はい、こんにちは、つっちーです。今日はですね、こちらの F55 クーパー S に、こちらの 3D デザインさんのスポーツペダル、ペダルのカバーですね、取り付けをご紹介したいと思います。それでは作業を進めていきます。はい、で早速ちょっと、取り付けるお車を確認していきたいと思います。で、取り付けるお車が2016年式の F55 5ドアですね、クーパー S になります。で、こんな感じで、ワンクーパーと同じ、ちょっと寂しい感じのゴムペダルになってます。で、僕の、知識が正しければなんですけれども、あんま動画で適当なこと言うと恥ずかしいんで、間違ってたら指摘してください。RK だと、クーパー S から、ステンレスのペダルカバーが標準なんですけれども、一応 FK から、標準じゃなくなってるかと思います。なんで、まあ、クーパー S でもワンクーパーと同じこのゴムペダルですね。ジョンクーパーだとこのステンレスのペダルカバーになるんですけれども、クーパー S の場合だと、チリパッケージもしくはジョンクーパーパッケージかな、選ばないと、このゴムのペダルが、標準になったかと思います。で、もちろん普段見えない部分であるんですけれども、ちょっとこの乗り込む時の、がっかり感は若干否めないかなと思います。なので今回それを、解消するため、3D のスポーツペダルを取り付けます。で、早速作業を進めていくんですけれども、このブレーキに関してはもうゴムのカバーがはまってるだけなんで、これ外しちゃいます。で、この上からスポーツペダルカバーを取り付けます。で、アクセルについては、まあ、このまま、取り付けます。で、もちろんこのまま作業するのも可能なんですけれども、一応今回ちょっとその動画を撮る関係と、あとは作業効率、向上のためにこれごと外しちゃいます。で、外す場合はここですね、このカバーを取ってもらうと中からトルクス30が出てくるんで、このトルクス30外してもらえば、まあ、ペダルごと取り外せます。まあ、そんな感じでちょっと作業を進めていきたいと思います。はい、続いて取り付ける、スポーツペダル商品の方を確認したいと思います。この中身はこんな感じですね。アクセルと、まあ、ブレーキと、あとはフットレストの、こちら別の商品なんですけど、こちらも今回一緒に取り付けます。で、 3D さんの 3D デザインさんの、まあ、商品全般そうなんですけど、こんな感じで絵がついた取説が一緒に入ってくるんで非常に分かりやすいですね。なんで、まあ、ちょっと今回このドリルで穴を開けたりが必要なんで、まあ、ちょっと工具は必要になるんですけれども、まあ十分 DIY でも取り付け可能なんじゃないかなと思います。で、あとはペダルを取り付けるボルトナットもこんな感じで、で、ナットもちゃんとナイロンのロックがついてるナットなんで、まあ、緩まないようになってますね。なんでその辺もかなり考えられてる感じです。で、フットレストは、締め込むとこのナットが膨らんで抜けなくなるタイプのナットです。はい、で、こちらを、取説を見ながら取説中に取り付けていきます。はい、で、今アクセルペダルは、丸ごと取り外したんで、こちらにこの 3D のスポーツペダルを取り付けていきます。で、まあ、取り付けは、まあ、当ててもらって、まあ、ここですね、2箇所1出ししてもらって、穴を開けてボルトとナットで止める感じになります。はい、で、今当てて位置を出したところに、穴を開けました。で、ちょっと分かりやすいように取っちゃいました。で、開けた場所によっては裏側のこのリブにちょうど当たっちゃうんで、周辺も
少し削ります。で、あとは、ボルトナットで固定ですね。で、一応下側が20mm、 これが 16mm で指定されてますので、こんな感じで取り付けて、これであと組み立てて車両に戻せばアクセルは作業終了です。はい、で続けてブレーキも取り付けていきます。で、ブレーキも同様に、当てて、位置出ししてもらって、まあ、印つけてもらって、そこに、まあ、指定のサイズの穴を開けてボルトナットで取り付けになります。はい、で今位置出しした場所に穴が開いたんで、ここにアクセルペダルと同様ですね、ボルトナットで固定します。はい、こんな感じです。はい、続いてフットレストも、一緒に取り付けてみます。フットレストももう全く同様です。位置出ししてもらって、穴を開けて、で裏から押さえることができないんで、一応専用の、まあ、締め込むと膨らむ、ナットを使って固定になります。はい、で今穴を開けてもう、ナットを入れたんで、このまま取り付けます。はい、こんな感じですね。はい、で今全部取り付けが終わりました。こんな感じです。全然違いますね。やっぱり見えない、普段見えにくい部分であるんですけれども、やっぱり、質素なペダルと、金属のペダルだとやっぱりちょっと質感がやっぱり全然違いますね。非常にかっこいいんじゃないかと思います。はい、いかがだったでしょうか。 3D デザインスポーツペダル、非常におすすめです。ぜひお問い合わせください。土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。